J2 の水戸ホーリーホックの選手たちがきのう土浦市の避難所を訪れ子どもたちとサッカーを楽しむなど被災した人たちを励ましました土浦市の霞ヶ浦総合公園体育館には震災から3週間余りとなった今も福島県いわき市から避難している人などおよそ100人が過ごしています こうした人たちを励まそうとサッカー J2 の水戸ホーリーホックの小池純喜選手など選手7人がトレーナーやスタッフとともに避難所を訪れました選手たちは避難所で過ごす人たちに言葉をかけながら生活の様子などに耳を傾けていました またトレーナーは避難所にベッドを持ち込んで疲れを取ってもらおうとお年寄りの体をほぐしてあげたりしました。難しかったけどいっぱいシュートがうれ打てました。う、はい、しかったです。運動不足みたいなんで彼らのためにもなりますし、ちょっとでも元気になってもらえたらいいなと思います。はい。 では続いて交通情報ですまず鉄道は午前6時40分現在 JR 常磐線は上野駅と勝田駅の間の上下線で通常の6割程度の本数を運行していますつくばエクスプレスは通常のおよそ8割の本数で運行していますまた茨城県内の高速道路は一部区間で速度は規制されていますが全線で通行可能ですでは変わって気象情報です

午後6時から深夜0時にかけて、各地で20%から30%です。最高気温です。昨日よりもかなり寒くなりそうです。5度から8度ほど低い、9度から12度ぐらいの気温になりそうです。風と波です。北の風、日中、南東の風、海上では初め北の風がやや強くなりそうです。波は2メートルの地、1メートル50センチぐらいになるでしょう。 福島県の浜通りは晴れ群馬県南部では晴れで朝晩は曇り栃木県南部埼玉県南部では曇り時々晴れになるでしょう東京の今日は曇り時々晴れるでしょう千葉県の北西部では曇りで夕方から晴れてきそうです東京の降水確率は20%から10%の確率になっています 水戸のスタジオから茨城県内のニュースと気象情報をお伝えしました七時です